面白い切り方をしましたね。相手を B に寄せない動き。ただ一方的に見られた。ジャッジ、ここ抑えれば、抑えた黒。この距離は3対3です。間違った。この動き、3対2。ただ、まだバズがいます。そうですね、このバズ次第。いや、どう立ち回るか。A でもいい。A でもいい。残り時間なくなってきたぞ。A に展開した。足音も聞こえた。RB の位置が怖い。RB の位置が怖い。いや、そこをラスト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 ラス三鷹世界。いやー、リゼベルト、これが日本のバルアント。ナイス、ナイス、これが日本のバルアント。素晴らしい。デイワンの、デイワンの悪夢、プレッシャー、それを全て跳ねのけてベスト4。すごい。ベスト4です。何度でも言うベスト4です。快挙です。快挙、ベスト4。いや、日本のファン、そしてゼータのファン、バロラントのファン、日本の e スポーツファン、皆さん見てますかね。このそしてこのもうシューターのこの文化を育ててきてくれた先駆者たち、ストリーマー、別タイプの選手たち、みんな見てますかね。ここまで来ましたよ、選手たちの努力と力。はい、彼らがね、この日本の僕たちの、なんだろうな、バロラントは間違ってなかったんだっていうね、証明してくれた。本当に本当にそう思います。いや、最後すごすぎ、すごい。いやー、方向叫んだらず、これが日本のバロラントです。すごいよ。まあ皆さんもね、本あの通訳のものとか見てると思いますけど、日本が今どう思われてるか。最初はシンデレラストーリーだと言われた。そうっすね。もうそしてベスト8行って快挙だ。ベスト6、はい、リキッドを倒した。もう優勝候補の一角だと言われた。もう改めてこの試合を見て皆さん思ったでしょう。今のゼータディビジョンは間違いなくこのマスターズ優勝候補のチームです。素晴らしい選手の笑顔。そして最高の BGM とともにお届けします。ナイス、ナイス、ナイス。世界が注目しています。そうですね、あのテンズも注目しています。まだまだ、まだまだ見れる。そしてまだまだ這い上がります。ゼータウィン、この奇跡はまだ続きます。いや、もう奇跡ではありませんよ、キスさんの言ってる奇跡ですからね。あ、発音的にそうですね。僕そっちの奇跡だったんですよ、奇跡や、奇跡ね、